今日はね、まあ、軽くまとめたんだけれども、俺がやってる無肥料無農薬栽培、これのメリットデメリットをお話ししたいなと思います。でまずね、悪い話デメリットからねお話ししたいと思います。デメリットは3つ、俺が思うところ3つあります。1つ目、小さくできます。どうしてもね、肥料を使ってないから栄養が少ないっていうか、やっぱ小さくなります。これはもうどうしようもない。やはりね、肥料を使ってるところの農家さんとこ行くと、うわーでっけえなーって、どうしてこうでかくなるんだべって本当に思うのね。まあ仕方ない、これはもう仕方ない、栄養入れてないんだからね。まあ栄養あるんだけど、適切な異常の栄養、まあ言ってしまえば肥料使ってる農家さんのは肥満だと思ってるんで、俺はね、うちのは細マッチョな野菜だとそう思ってるんで、だから分かるでしょ、肥満と細マッチョだったら見た目どっちがねでかいか、肥満の方が大きい、でも細マッチョの方が健康体で中身はいいと、まあ、俺はそういうふうに考えれます。だからまあデメリットとしては小さいと、でもまあ裏にはそういう良さもあるよって。そして2つ目のデメリット、これは遅いです、生育が。もちろん土の中に栄養がいっぱいある状態だと、ちょっと根を伸ばすとすぐ栄養があるんで、すぐ地上部とか実とか葉っぱとかを大きくする方に、体の植物の体の、成長の転換がされます。だけども俺みたいに無肥料とかまた低肥料でやってる人っていうのは、地上部を育てる前にまず根っこ伸ばすのね。その根っこ伸ばすのにすごい時間使って、上の方は停滞するのよ。で根が十分に伸びて、あ、この回根を伸ばした範囲にある栄養であれば上を大きくできるなっていうふうに判断すると、上が一気に大きくなります。だからこの差でやはり生育が遅くなります。俺の畑でいうと大根、周りの農家さん化学肥料とかみんな使ってます。そうすると2ヶ月ぐらいでだいたいね、 M サイズ L サイズとかの大きさになります。普通のスーパーに売ってるようなサイズになります。だけど俺2ヶ月じゃ M サイズ S サイズがいいところだけども、 2.5 ヶ月3ヶ月すると同じぐらいのサイズになっちゃうんだよね。だから生育遅いんだよね。これがデメリットの2ね。で3つ目、これやっぱり一番大きいかなって、やっぱり害虫とか病気の被害出ます。どうしてもちょこっと出たぐらいだったら、理解ある人だったら、うん、いいよいいよって言ってくれるけれども、やっぱそれを気にする人はね、虫食いあるじゃないか、汚いじゃないか、ね、これじゃダメだって、まあ、仕方ないけど、そこはね、理解してくれる人とお付き合いしていくだけなんで、理解してもらえない人には、まあ申し訳ないけれども、うちの野菜じゃなくて、スーパーの野菜食べてくださいと、ね、うちの方美味しいけどねって思いながらもね、うん、そこは縁の話だからね。だけども、やっぱ虫食いはあると。だから、やはり前の動画で使った、あれなんだっけ、不織布、うん、不織布じゃなくて不織布ね、ああいうのを使って防除していくのがいいのかなと。物理的防除やっぱやっていった方がいいと思います。でね、まあ、こうやって言うとやっぱデメリット結構多いなって思うけれども、まあ、メリットこれも多いです。まあ、メリット1つ、まずはね、楽、肥料をまく必要ないし、薬も撒く手間も必要ない、買ってくる手間も必要ない、その薬とか薄める手間も必要ない、そういう道具を使う必要もないっていうふうな、そういうふうな楽です。本当にその分ね、栽培の方にね、野菜の世話に、もしかしたら土作りの手間の方にかけられるんで、俺は楽だなと思います。時間ができるし、野菜をその分見ることができるんで楽だなと思います。他の仕事もね、こうやって YouTube をね取ることもできると、時間ができる、これはすごくメリットだなと思います。そして2つ目、それに関連するんだけども、お金がかかりません。農薬とか肥料を買ってこなくていい、あと噴霧器、プロの農家であればトラクターの後ろにつける、まあ、タンクスプレーヤーあるんだけども、それなんぼいくらするのかわからないけれども、相当コストが下がります。あれの付け替えするのでもすごい大変なんだけどさ、俺もやったことあるんだけども、まあやりたくないね、うん、できることならやりたくない。体は使うし、時間も使うし、あれが壊れたら修理しなきゃダメだしっていう、そういう風なね、時間の的な資産で、お金的な資産っていうのも節約できると、これは大きいメリットだなと思います。そして3つ目、やっぱり美味しいです。これはまあ味覚の問題があるんで、その人の
子供の時から刺激物とか化学調味料とか、大人になればお酒とかタバコとか、そういうもので味覚が落ちてる人はわからないです。本当にそういうの、暴飲暴食タバコとかやってる人たちはね、味覚が落ちてしまってるんでわからない人も多いけれども、それでもやっぱりわかる人は多いです。うちの野菜食べたら、いや、やっぱ違うとかさ言ってくれる人いっぱいいるんで、やはり美味しいです。美味しいもの食べればやっぱりそれだけね、みんな喜んでくれるし、その喜びが俺も嬉しくなるし、俺も食べてやっぱ美味しいなって思えるし、そういう自己満足の世界だけども、やっぱそういうのはあって、やっぱ心の支えになるからいいなと思います。そしてね、これ俺とかね、俺今32だけども、まだ結婚してないけども、子供がいる人たちにとって、まあ孫もいる人たちだね、ね、孫とか子供とかいる人たちにとってすごく最大のメリットになるのは、教育上いいかなと。やっぱり野菜だけあるのが環境じゃないじゃない。野菜があって、草があって、害虫がいて、益虫がいて、で雲があって、雨が降って、風が吹いて、それ全部含めて環境であって、で農薬とかでさ感じてしまって野菜しかない状態であれば、まあ、そういうのはわからないわけだよね。子供にその畑に連れて行ったところで、これは害虫の芋虫だよとかさ、カナブンだよとかさ、コガネムシだよって、こいつは食べるからね、ちょっと取って違う草むらに置いときましょうねとか、そういう教育はできないよね。草もね、こういう花が咲いたらこの時期だよとか、あれだよこれだよっていうお話ができないけれども、そういうものが存在する畑であれば、そういうね、だから畑、野菜以外のものの教育もできるし、で野菜もこすりで作ると美味しいよとか、そういう教育上いいかなって、これは俺最大のメリットかなと思うんだよね。うちの畑にもたまに子供連れてくる人もいるんだけれどもさ、やっぱいいよね、そういうのを活動したいなってね。あの随選挙とかでも子供を連れてきたりとかね、やるんだけども、でね、やっぱその子供だけじゃなくてね、実はお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも、ああこうなんだ、ってびっくりするんだよね。じゃあそういうふうなね、まあ、子供だけじゃないね、みんな俺ら大人も含めての教育上よろしいものができるかなとね。まあデメリットとメリットを組み合わせるとね、やっぱりどっちがいいかってことをちょっと自分でね考えて、どっちを取るか、俺は農薬や化学肥料を使うんじゃねえっていう人ではないから、使うなら使ってもいいですと、それはあなたの判断なんで、俺は自分の判断で使わないっていう判断をしたんで、使わないでやっています。使わないでやった上で、で使ってるところで研修受けたりバイトしたり、それをして比べて十何年勉強した結果、今デメリットメリットをお話ししたけれども、その上で皆さんがどういう判断をするかはそちらにお任せします。俺は使わなかった、使わなかったからって俺その人をバッシングするってことはないしさ、まあ、使わない方も俺はいいと思うよ、思うけれども、その人をどうこう名指しでなんか批判っていうか批評っていうかね、抽象するようなことはしないです。使うなら使ってもいいし、もしその野菜をもらえるんだったら俺は食べますね。ちゃんと作ったものなんだからさ、これ化学に体に悪いんだから、農薬使ってるんだからは食べねえとか、そういうことを言う人もいるんだけども、それはやっぱ違うと思うんだよね。やはりお互いに歩み寄らなきゃダメだから、ではっきり言って我々はね、少数派だから、マイノリティだからね、こっちから喧嘩するようなことは俺はしちゃダメだと思うんでね。だからやっぱりね、まあ、そういうふうに今喋ったメリットデメリットこれあるけれども、皆さんがどういう判断をするかは本当にお任せします。基本けれども、俺はね、皆さんのことをね、どうこう言う、そういう、なんだ、俺と違う道を行ったからって悪いとかという批判したりなんだりすることはしないです。とりあえずこういうメリットデメリットがあるっていうことをとりあえずお知らせしたんで、皆さん頑張って栽培してみてください。でもしよければ肥料とか農薬を使わない、もしくは少なくしていく方向に行ってもらえることを願っていますんで、頑張って栽培してみてください。